はい、皆さんこんにちは、ワンダレクルフィッシュです。では三国志13パープキット族との蝶羽、続きをプレイしていきましょう。今回はですね、まず課題へと移動をしていて、その途中ですね、同志集めのために課題の在野武将のところに向かっているところです。であとはですね、まあ、新章を使うというのが一番、まあ、楽といえば楽なので、新章も使っていきたいんですが、在野武将に対して新章を送っていきたいので、在野武将がいるところに新章を送るとなると、新章は在野武将はいないかな。ちょっと遅れないかな。しょうがない。やっぱりおとなしく課題へと入っていきましょう。そしたら、訪問ですね。在野武将訪問で、この五トンの元へ行きましょう。なんだおめえか。申し上げます。お、11、1回で増えたか。まあ、まずまずですね。そしたら、ひたすらまた訪問繰り返しましょう。なんだ、おめえか。まあ、何はともあれ、武名を高めていかなきゃいけないので、そのためには、少しでも、同志を増やして、同志に運営を任せつつ、自分は武名を高めるっていう行為をしていきたいので、まあ、そのためにはもう一人どうしても同志が欲しいので、この5トンを口説き落としましょう。お、なんか趙雲らしからぬ感じだな。うーむ、退屈だな、てん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 。どれ、賊とらしくそこらの客に因縁でもぶっかけてやろうって言ってますけど。いやー、やめようよ。ただここはね、今回は趙雲といえど理に生きるというねコンセプトでやってますからね。ここは思い切って、じゃあ因縁をぶちかましていきましょうか。しかも一騎打ちなのか。しかも武力70ってそこそこあるな。まあ、ここはいきなり必殺からの攻撃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 で消しましょう。一般の若者を金を巻き上げるとはな。どうしたんだ、聞いてくんねえか。もしまあ、ここはひたすら5トンと論議を重ねましょう。お、そう言ってる間に戦いが始まってるな。まあ、そんなの気にしないですよね。なんといっても族との蝶羽ですからね。申し上げます。
さあ次のターンで、どうにかなるかな。報告します。なんだおめえか。申し上げさあこれでゴトンとの絆イベントが起きるはずなので、もう一度訪問して絆イベントを発生させましょう。申し上げます絆イベントが起きない。今交戦中だからかな。となると一度戻りますか。新書が遅れる人もいないしね。そしたら一度本拠地に戻りますか。で本拠地に戻ってきたので、まずは徴兵。金が不足してる。おう、いつの間にか金が全くなくなってるな。そしたらどうしようかな。一度ちょっと略奪ってやってみるか。この中山で略奪してみましょう。何が起きるんだろう。ちょっと待って、略奪ってどういうこと。まずは長雲自身が移動しなきゃいけないのかな。今動員かけてるもんね。動員をかけてるのは炎章の軍勢ですね。じゃあ自分は移動しましょう。移動してここで略奪を行いましょう。なんかすごいな。撫で切りにしろって言ってますけど。報告します。報告します。で、あとはさっきも言ったように、どうしてももう一人同士が欲しいな。お、一騎打ちだな。前に出、そこ超支流の槍
受けられるか。一撃。お、資格の条件も達成したか。略奪により中山近辺での長雲の武名が5上昇しました。いいね。さらに略奪を繰り返しましょう。報告します。まあ、常に金がない状態になってますからね。ただこれで武名を500まで上げるってなると結構大変だな。続昇になるには武名が500必要なんですが、まだ29ですからね。金もないし、どうしたもんかな。さあ、そしたら今続とですけど、ここで資格にはなれるんだな、すでにね。これを見る感じだと。ただ今続昇を目指したいので、そのためにはどう考えても武名が500以上が全然足りないね。新章を送ってなんかサクッと味方増やせないもんかな。まあ、そんなうまい話はないって感じかな。そうなるとやっぱり課題だよね。課題、課題に行って、武名依頼ではなく絆依頼を発生させたいところだけどな。初めまして。お、毒が発生したぞ。まずは速攻で戻りましょう。行こう。で、さらにどうしたんだ。6500、これは討伐できるぞ。十分に出陣しましょう。行くぞ。超支流に続け。賊を打ち果たしましょう。申し上げる。
まあこれくらいしかやることないのでこれでいいでしょう。そしたらまずは長軍を移動しましょう。定山の長子流押して参る。そらおののけ。定山の長子流押して参る。戻りますか。じゃあ戦術拠点まで、まあ、敵がどう動くかっていうのはありますけどね。定山の長子流押して参る。今だ。さあ戦術を発動しましょう。分かったぜ。おれ。さあでは追撃に入りましょう。このまま敵の本陣を突く。本陣に入られる前に敵を壊滅だ。討伐して金359、兵糧3057を奪い、武名200。マジか、武名200も獲得できるの。これはでかいな。やるぞ。これはでかい、非常にでかいですね。武名200か。ってことは今後も定期的にこの続討伐を受け負っていった方が武名獲得は一番手っ取り早いですね。なんか2とか5とかずつ武名を獲得していくのがバカバカしくなってきちゃうな、これを今見ちゃうとね。報告します。申し上げる。任せな。で長雲はというとどうだ、課題にもう一度行ってみる。いやでもな、他に在野武将がいるところっていうともうあまりなくなってきてるからな。やっぱ課題の5トンが欲しいよね、そう考えると。さあ行こう。あえて嬉しく思う。
まあ、新書送るだけ送っとくか、じゃあ。で、それはそれとしてだ。報告します。略奪を命令する趙雲。どうしたんだ、聞いてくんねえか。申し上げます。ゴトンはどうして絆が発生しないんだ。失礼いたします。よく来たな。これは兵法の基本だ。あ、そんな。孫家の人間はこう生きてきた。失礼いたす。失礼いたす。ありえん。ご容赦くだされ。しかしよかろう、力になる。お任せを。孫策は郊外ら孫権恩子の将兵を演術より借り上げ、旗揚げの地を目指し。この辺りも三国志十三と同じですね。この辺りでいいだろう。旗を変え。また孫の旗のもと働ける日が来るとは、わしも皆も感無量でございますぞ。演術も見る目のない男よ。玉璽一つでは安すぎる買い物だ。ここからは大殿の丘陵、兵も続々と集まるでしょう。一安心といったところですかな。いや、軍勢が待ち伏せておる。演術め、小賢しい真似をしおるわ。しかし待ち伏せにしては様子が。旗印はこれ周遊ですよね、きっと。あ、そうですね。白府、待ちかねたぞ。後期か。よくここを通ると分かったな。愚問だな。兄の動向を気にせぬ弟がいるものか。それにその旗の立つところであれば、この周後期千里の先からでも駆けつけよう。俺はこの旗を俺から万里の天下に立てるのだ。それでもついてこられるか。それも愚問。孫白府の覇道、どこまでも支え抜こう。助力感謝する。さあ行くぞ、天下の果てまでな。かくして二羽の若鷹は無休の天空へと放たれた。後に断金の交わりと称えられる孫策と周瑜、その二人の絆が天下に大嵐を呼ぼうとしていた。さあどうしようかな。これ以上このゴトンとうだうだしててもしょうがないな。となるとちょっと都市情報で在野がいる場所を探して、そこを
徹底的に洗いますか。といってもね、もうザイヤがいるところってかなり減ってきてるからだ。どうしようかな。なんとかこの5トンを味方に引き入れたいんだけど、こればっかりはどうしようもないか。まあ、この賊と賊将、まあ、さっさと打ち果たせばいいとしてだ。さて、困ったな。どうしようかな。もう一人二人どうしてもやっぱり欲しいんだよな。同志がね。信用とか4万とかの兵力になってるね。何品に1人いるね。ちょっと何品に移動しましょう。そしたら宴会を開きましょう。はじめまして、はじめまして。で、問題は誰がいるかってとこなんですよね。訪問在野で言うと賢秀か。まあ使えるな、そこそこ。この賢秀のところにじゃあひたすらまた通いますか。何の用だろうか。良き案があるな。申し上げます。14ずつ上がるか。報告します。よくぞ来てくださった。賢秀のもとに行って、これで本当に絆イベントがまた発生しないとかなるとね、なんか条件が他にもあるのかなっていうのを確認しなきゃいけなくなりますね。14ずつ上がってくれるっていうのは本当に助かるな。申し上げます。あと4回もやれば絆イベントが発生するはずで、発生しないんだったらやっぱりなんかありますね。
あんまり好きなタイプじゃないな。夫婦か、まあでもこんな幼い童顔の子が一人いてもいいか。夫婦になりましょう。夫婦に。ちなみにおいくつなんでしょう。これでこいつも同士に加わってますね。そしたらせっかくなんで、何の用だろうか。申し上げます。このまま一気に進めていきましょう。報告します。これでどうなんだろう。親書も送ったし、訪問で親密も上げてるし、まあ両方の手立てで きっちり同志を増やす手立てはできてるはずですね。何の用だろうか。申し上げま。あとは属性じゃない、移民がまた移民族が発生してくれたら、それを討伐できればあっという間にまた200の文明が獲得できるんだけどな。ご足労感謝する。申し上げ。報告します。で、絆イベントが起きるかどうかなんだよね。申し上げます。起きないんだよね。まあ新書を送ってるので、まあ今回はいいにしても、だちょっと今後やりづらいよな。そしたら戻りますか。どうしようかな。まあ金97ぐらいやるか。そしたらまた新書送っていくか。残り32日かかるって書いてあるね。家禄我が花嫁と賢章との間は。
そしたら手製の訓練でも入れときましょうか。申し上げる。了解いたしました。いや子供も欲しいな。さあじゃあ難避に移動して手っ取り早く。さあ行こう。依頼を。こなしていきましょう。そこ。超支流の槍。武力60か。もうすぐ。超羽の武力が100に乗るな。であとは紙幣の最大枠を上げておきましょう。お金がないな今度は。さあ行こう。ってなると頻繁に略奪を行っていかなきゃいけなくなるな。今総兵力は1万7000か。まあそこそこあるのでこの先はちょっと略奪を中心にやっていきましょう。やるぞ。さあ行こう。お、絆が成立したな。では早速同士に迎え入れましょう。始めるか。略奪略奪で、あとは新書をまた送っていきましょう。ちゃっちゃと。金がないんでね、やっぱりもうここは略奪に略奪を重ねていきましょう。報告します。まあそうだよね、略奪してたらどう考えても親近感は下がるよな。ご報告いたしまするぞ。活用せんとな。このようにしてはいかがでしょう。うってつけの者がおるな。さてさて。しと言わせてくれ。かしこまりました。お聞きくだされ。天下万民のため戦おう。許せん。よっしゃやるぜ。
さあ、なんとかもう一回欲しいな。異民族がまた暴れ出してくれないとな。さあ、ではまたこの周公で合ってるかな、呼び方。いや、恨みを買ってるな。略奪、ただ金の入り方は半端ないな。いや、これガシガシ新書送っていくのが正解だな。申し上げます。まことか。お聞きくだされ。おのれ。難しいかと思われます。あなた様こそ誠の我が主、義に従いてこそ人の道にございます。ちょっと聞いてくれ。うむ。申し訳ありません。お断りさせていただきます。これも天下万民のため。さあ、異民族が発生したぞ。この異民族の討伐にいち早く名乗りを上げましょう。で、どこにいる？その例の異民族は。甲州近郊ね。さてと、どこだ？甲州近郊。ここだな。ちょっと遠いけど、急いで出立すればなんとかなるか。行くぞ、超支流に続け。
報告します。報告します。間に合うかどうかだな。ちょっと遠すぎるからな。兵糧200でどうにかなるのか。そもそも。おれ。そう猛徳に逆らえばどうなるか。提案いたします。行くぞ。申し上げます。まさか。ちぃ。今は諦めてくれ。着手しよう。ありがたく。よくぞいらっしゃいました。なんと。いいだろうか。ああはははなめんじゃねえ。許せん。失礼いたします。やってやる。待ってくれ、定山に出たか。定山の方がいいな。明らかに遠いからね。これは願ってもない。入る。定山の俗称を討ち取りましょう。これでまた200本当に手に入るのか。半端ないな、だとしたら。ちょっと時間が長くなってきてますが、まあ、せっかくなんでこの俗称を討ち取るところまではプレイをさせてください。やるぞ。申し上げる。ここはあまり深く考えることもないでしょう。敵は雑魚ですからね。
趙紫龍、押して参る。長山の趙紫龍、押して参る。長山の趙紫龍、押して参る。さ、敵は壊滅したので、このまま一気に敵の本陣を取りましょう。これでまた武名200獲得できるのか。美味しすぎるな。武名200、半端ない。はい、というところで武名一気に457まで上げることができましたね。次回はこれ続昇になるのも時間の問題かな。というわけで、時間長くなりましたので今回はここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。